富山はグルニワール人形が見事に死んでます。これは愉快だ。耳障りな声で笑うアンキに疑いの目が一斉に向く。アンキは今まで何をしていたの？人魚姫のじっとりとした視線を受けてアンキはしどろもどろに答えた。いや、刺激的なトリックを探しに館の外を探索していまして。男の人を疑いたくはないけど、アリバイは？もしかしてこれ、私が疑われているんです。助けを求める片割れを疑心はひどく冷たい瞳で見つめていた。すみませんよ、サドルから疑われるんです。鍵、アンキさんも持っているはずです。無理です、この大きさでは通れません。部屋はコンクリ打ちっぱなしね。勝ちどきをあげよ。とにかく私は違います。犯人じゃない。騒ぐ暗記を武器を持った人魚姫たちが無言で取り囲む。こういう時に普段の行いなものを言いますね。自身も同じようなもんですよ。ギャンギャンと喧嘩する人形たちの横でふと雑魚が何かに気がついた。ラプンツェルさん、 X さんは？あら、いつからいないのかしら。二人のやりとりを聞いたアンキはこれ幸いとばかりに食らいつく。あの手を包めの方が明らかに怪しいでしょうよ。推理者なんだからちゃんと真犯人を見つけなさい。